面ライダー V3! やあみんな、大きなお友達の味方、霊夢だよ。爆破大好き、マリサだぜ。今回は仮面ライダー V3 の解説の続きをやっていこうと思うのぜ。まずは前回紹介しきれなかった必殺技について解説してくのぜ。26の秘密だけでも多いのに、必殺技もかなり多いのよね。まずはやはり仮面ライダーといえば、基本のキックとなる V3 キック。ただ意外と使用頻度も少なく、敵が強いせいか効かない時もある。ほんとだ、うまいことかわされちゃってる。V3 のキック力は100トンで、1号は90トンなので強くはなってるが、それ以上に怪人が強いということなのかもしれないな。V3 反転キック。そのため26の秘密で紹介したように、反転キックといった応用技を多用して、戦っていくことになるわけだな。キリモミキックを放ち、続けて空中反転後にもう一度キックする、V3 回転ダブルキック。2はデカ族の仇である、憎きハサミジャガーをこの技で倒した。憎い相手なせいか、2はでいきなり大技ぶちかましてたのね。先ほどの回転ダブルキックを、より必殺技として昇華したのがおそらくこの、V3 切りもみ反転キックだな。やっぱりここぞという時に使う大技なのね。しかも特訓や戦いで進化していってるのね。トー !V3 三段キック切りもみ回転をしての、ドロップキックに連発で反転して、さらにとどめで反転してキックを食らわせる、V3 三段キック。おお、反転2回もして、合計3回もキックぶち込んでるのエグいな。100トンレベルのキック3回同時とか、どんな怪人でも生き残れるわけがないね。トー !V3 回転三段キック。さらに発展した最強クラスの必殺技である、V3 回転三段キック。3回転してから加速をつけた、両足の V3 キックを3連発で放つ。回転して威力高めた両足キックをしかも3回とか、怪獣クラスでもぶっ飛ばせそうだね。トー !V3 切りのみキック。反転せずに、切りもみキックのみというのももちろんあるな。やっぱり切りもみしての反転キックというのは、よほどの時に使う感じなのね。切りもみ技の派生としてチョップを繰り出す、V3 切りもみチョップというのもあるな。チョップで切りもみ技というのは珍しいね。3連続で高速回転してから、ひねりを加えたキックを放つ、V3 回転キック。速度が増しているせいか、落下スピードが速いのが特徴。回転で極限まで威力を高めてるのね。V3 回転復帰。先ほどの3連続回転に加えて、両足で放つことで威力を増幅させた、V3 フル回転キック。高速回転の上に両足ドロップキックで、これも威力すごそうだね。トー !V3 スカイキック。空中前肩回転した後に後方宙返りをして、両足キックを放つ V3 スカイキック。2回ジャンプしてより高く飛んでるために、スカイキックとなっていると思われる。今度は高さで威力を高めていってるのね。よし !V3! マッハッチ!
この技は強敵、シビトコウモリ対策で編み出された技であり、投げ飛ばされた反動を逆に利用する、V3 マッハキック。まさか敵も、回って戻ってくるとは思ってなかっただろうね。空中でハリケーンを踏み台にして、さらに高さを得た状態から繰り出される、パンチとキックの連続必殺攻撃、ビッグスカイパンチとキック。ハリケーンをも使用した高さを活かした必殺技においては、おそらく最強の技だと思われるな。さすがビッグとついてるだけあるね。しかもパンチとキックの連続だから、食らった怪人はひとたまりもないね。これも技同士を組み合わせた必殺技、V3 ダブルアタック。相手を担ぎ上げて投げ飛ばし、とどめに V3 キックを放つ技。相手は投げ飛ばされてるから、身動きが取れないね。これも同じく相手を空中へと投げ飛ばし、そこでさらに空中で相手を掴んで両足キックを放つ、V3 フライングキック。これも空中で動けない上に、掴まれてドロップキックだから絶対に逃げれない。あとこれも仮面ライダーとしては基本技の、V3 パンチ。とどめとはいかないが、やはりかなりの威力だな。基本技とはいえ、相手の手がちぎれ飛ぶほどの威力とか、絶対自分が怪人なら食らいたくないねー。 V3 トリプルパンチ。そんな一発でも恐ろしい威力のパンチを空中回転した上に3連続食らうことになる V3 トリプルパンチ。3発目の当たった音が寺の鐘の音になってるのが面白いね。 V3 脱出パン。これは特殊条件下での技だけど、敵の体内に飲み込まれた時に放ったパンチであり、脱出と同時に相手は砕け散った。体内で爆弾が炸裂したような威力だろうね。なかなかえぐいな。右手にエネルギーを集中して放つ、V3 電熱チョップという技もあるな。これもかなりの威力がありそうだね。V3 ボディアタック。これも結構特殊だけど、技の名前通りに体ごとぶつけて敵を倒す、V3 ボディアタック。そういえば V3 のボディも、26の秘密にあったようにめっちゃ硬いから、ぶつけられたら相当痛いよね。ライダートリプルパワー。これは先輩ライダーとの合体技なので超特殊だけど、ライダー3人分エネルギーを集中させながら突撃する、ライダートリプルパワー。見た目的には、強いのか弱いのかわからないシュールな感じだね。でもライダー3人分だから、恐ろしい威力なんだろうな。と以上が、大体 V3 の必殺技となるかな。26の秘密と含めると、かなり豊富な技だねー。その26の秘密と合わせて、前回紹介し忘れてたんだけど、仮面ライダー V3 には4つの弱点も存在している。ほうほう、弱点。その一つが、逆ダブル台風を使うと、3時間変身不能になるということである。一気に凄まじいエネルギーを放出してしまうため、空っぽになって回復するまでに、時間がかかるんだと思われるな。なるほど、強力な力と引き換えに、諸刃の剣でもあるんだねー。ちなみに他3つはほぼ不明であり、V3 バリアーで耐えられる電圧は、100万ボルトまで。砂地での戦いが苦手、深海1万メートル級の高圧力には耐えられない、などといった雑誌設定はあるが、テレビでははっきりと明言されていない。そうなのか ?26 の秘密と同時に、弱点も秘密のまま終わってたのか。あとこれも前回紹介し忘れてたんだけど、V3 のスーツアクターを演じられていたのは、中屋敷哲也さん。宮内さん演じる風見四郎と同じく、激しく危険なアクションに挑み、それでいてスマートな戦う姿は、まさに変身前と瓜二つであった。
変身前の風見四郎と変わらないというのは、ほんとすごいなぁ。おそらく一番有名なのは、第4話で仮面ライダー V3 の衣装をつけたまま、命綱なしで、高さ50メートルを超える煙突の上に立って、演技をされたことだな。ひえええええ、怖すぎる。中屋敷さんのプロっぷりが見事すぎるね。ということで次に紹介するのは、V3 が乗る専用バイクであるハリケーン。最高出力300馬力で、最高時速600キロを誇る。フロントカウルに伸縮する、二段式のグライディング用ウィングが展開、その下にロケットブースターが装着され、10時間以上の推進飛行ができる。ハリケーン、ジャンプ。空も飛べるというのはすごいね。さすがトンボモチーフだけなことはあるね。フロントカウル全部に、仮面ライダーの変身ベルトと同じタイフーンを装備し、風力エネルギーを吸収しながら走行することが可能。バイクにもタイフーンと同じ仕掛けがあるのはいいねー。ちなみにもともとは、ダブルライダーが使うために開発していたものであり、V3 が誕生したために譲ったという設定がある。V3 に改造したのもそうだし、やはりダブルライダーは偉大だね。ハリケーン！このように空中でハリケーンによって、相手をぶっ飛ばす技もあるな。すごい、まさか怪人の方も、空中でバイクに惹かれるとは思いもしなかっただろうね。しかも背中に子供を連れたまま。ちなみにベースは、スズキのモトクロッサー TM250 で、しばらく歴代ライダーのバイクは、これが元になっているようだ。なるほど、余計なものがついてなくて、改造しやすそうだねー。ということで次に紹介するのは、V3 の協力者、仲間たちについて。まずは前作、仮面ライダーの主役であり、栄光の仮面ライダー第1号こと、本郷猛。演じられるのはもちろん、我らが藤岡隊長こと、藤岡弘さん。やっぱりこの方が出ないと、仮面ライダーの続きは描けないよね。風見四郎とは、城南大学生科学研究室における先輩であり、1話では、科学者らしい本郷を見ることができる。日本一ワイルドな科学者だ。これはさすがの風見でも譲らざるを得ない。早くにゲルショッカーに代わる、新しい組織の台頭に気づき調査を始めていたが、風見の家族を守ることができなかった。それから風見たちを守るために、ハサミジャガーの前に立つ本郷猛。ライダー変身。きたー、かっこいい。こうして仮面ライダー1号の新たな戦いが始まっていくわけだな。あと本郷と共にショッカー、ゲルショッカーと戦い抜いた仮面ライダー2号こと、一文字隼人。彼もまた仮面ライダー2号へと変身し、1号と共に新たな戦いに身を投じていくことになる。まだゲルショッカー滅びてから大して時間経ってないのに、もう戦わないといけないとは辛いねー。それから瀕死となった風見四郎を仮面ライダー V3 に改造すると、カメバズーカの体内に、東京を壊滅できる原子爆弾があることが分かり、全エネルギーを使って、自らを犠牲にそれを食い止めた。本能さん！一文字さん！風見四郎君。いや、仮面ライダー V3 よ。俺たちは死なない。いつの日か、必ず帰ってくる。3人の仮面ライダーが揃って戦う日まで、全ては君の力にかかっている。頑張れ、仮面ライダー V3! ということで1号と2号が帰ってくることを信じ、有言実行とばかりに、風見四郎は一人で頑張り続けた。いや、誰がそこまでやれと。そして頑張った結果、ついに第33話にて、ダブルライダーが帰ってくることとなった。なんだこの超豪華な並びは。自分がデストロンなら、侵略諦めるレベル。騎馬男爵、どんな手を使っても正義は必ず勝つ。世界に悪の栄えた試しはないのだ。我々がいる限り、デストロンの世界征服は不可能だ。はい、これはもう無理です。侵略できません。デストロン解散待ったなし。とはいえ常にこの3人の並びが毎週あっては、デストロンもビビって何もできなくなって、番組が成り立たない。ということでダブルライダーに代わって、風見四郎を支えていったのはやはりこの方、昭和ライダーの父とも言える立花藤兵衛。やっぱりライダーといえば、おやっさんも欠かせないよね。
ダブルライダーとは違って、自分の能力すら把握できず苦しむ V3 を、時には厳しく、時には優しく特訓などによって、献身的にサポートしてくれた。おやすさんの特訓はほんと、愛があるよね。ちなみに今作ではスポーツショップ、セントラルスポーツを経営している。あれ、立花レーシングクラブはどうしたんだろ?2話で本部が、ハサミジャガーに破壊されたので、それを機に表向きの仕事も変えたようだな。ただ速攻でデストロンにバレて、このようにお祝いをもらって煽られてるがな。年賀状の件も含めて、律儀だな、デストロン。あと少年仮面ライダー隊も引き続き登場し、おやすさんは会長として、共にライダーをサポートしていくこととなるな。そのライダー隊の通信係として登場し、隊の中心的な存在となる、魂ゲル。あ、この子はまさか。見てもらってわかる通り、帰りマンに坂田二郎役で出演されていた、川口秀樹さんだな。まさかウルトラマンだけでなく、仮面ライダーにも出演してるとはすごいねー。そんなしげるくんの姉である玉純子、彼女もおやすさんたちと共に、V3 を支えていくことになるわけなんだけど。おお、めっちゃ美人さん。実は彼女は第1話で、デストロンのアジトを目撃して戦闘員に襲われ、そこを風見四郎に助けられたことで、助かったかと思いきや、風見の実家にてかくまってもらっているところへ、ハサミジャガーが現れ、純子の目の前で、風見の家族全員が皆殺しにされてしまった。つまり彼女を助けなければ、風見四郎が改造人間になることも、家族が殺されることもなかったかもしれないわけだな。辛い。これは辛すぎる。ということで風見や家族を巻き込んで死なせたという自責の念から、少年ライダー隊に加わったというわけだな。理由が重すぎる。ちなみに演じるのは、小野ひずるさんだな。あと29話から登場した、デストロンハンターの一員である佐久間健。仲間4人は殺されてしまったが彼だけ助かり、それからしばらく戦うことに。演じられたのは川島健さん。こんなキャラまでいたのね。ということで以上が、V3 と共に戦っていくことになる仲間となるな。では今回はここで切りがいいのでひとまず終わりにして、次回は V3 が戦う相手、デストロンについてと、V3 を語る上で絶対に忘れてはならない、あのキャラクターについて語っていこうと思うのぜ。それではまたー。あと今回は最後に珍しく、面白い商品を見つけたので、ちょっと紹介をして終わりにしたいと思うのぜ。ほうほう。モルアートクラブさんという、現代アート作家さんがデザインした作品を、T シャツやポスターにして販売されてるんだけど、その作品というのがなかなか珍しく、SD ガンダムや特撮、アニメ作品を元にして作られてるのぜ。おお、こういった作品を題材にしたアートなんて、正直見たことないから本当に珍しいね。普通の現代アートだとちょっと馴染みにくいけど、こういったキャラクターものをアートにしたのなら、馴染みやすくて非常に楽しめると思うな。確かにこれなら素人目線でも、十分楽しめていいね。そのデザインされたものが、大きめのポスターの商品として売られていて、このようにフレームもついてくるので、飾ることができるようになっているな。飾り方が微妙なのは、ウプ主のセンスがないだけなので、リスナーさんの皆さんはもっとうまく飾れると思うな。モルアートさんではこのように綺麗に飾ってるので、もし商品を買われることがあれば、皆さんもこちらを参考に飾るといいかもな。あとデザインされたイラストがプリントされた T シャツも販売されていて、白黒の2種類とあって、S、M、L、XL と4種類あるので、まあ大体の人が着れると思うのぜ。こういったデザインのものなら、普通に外でも着れそうですごくいいね。といった感じの商品が、他にも色々と販売されているので、もし気になるようでしたら、ぜひチェックしてみてほしいのぜ。動画の詳細部分に、販売ホームページを記載してあるのでチェックしてみてね。